こんにちは、夫婦サーティーです。寒い季節になると我が家では鍋料理の登場頻度が高くなるのですが、今年は鍋料理に加えセールを使った蒸し料理を楽しんでいます。そこで今回は我が家で使っているキッチンアイテム、セールをご紹介。セールの選び方、使い方に加え、実際にセールを使って冷蔵庫の中にある余った食材を蒸してみたいと思います。セールデビューしたいと思っている方の参考になったら嬉しいです。これまでは蒸し料理をするときはステンレス製の蒸し器を使っていました。折りたためてコンパクトになるのは良かったのですが、お肉を蒸すと肉汁の塊みたいなのがくっついてしまって、隙間にこびりつくと洗うのが大変でした。そこで新たな蒸し器としてセイロを探し始めました。セイロを選ぶ際に知っておきたいことが、素材による特徴の違い。ヒノキは耐久性に優れているので長時間の蒸し料理向き。セイロの素材の中でも品質が良いので価格も高い傾向にありますが、きちんとお手入れできれば長く愛用できます。ヒノキは蒸すと木の香りを楽しむことができます。同じく木の香りを楽しめるのが杉。杉はセイロの素材の中で最も購入価格が安いので、初めてセイロを試してみるには手を出しやすいと言われています。また乾かしやすくお手入れが簡単なのも魅力的です。木の香りが気になる方は竹がおすすめです。竹は強度もあり衛生的にも優れた性質を持っているので、カビが発生しにくいと言われています。ヒノキよりは価格帯は安くなります。セイロは安いものから高いものまで素材の違いによって価格帯も変わるので、各素材の特徴は理解した上で検討すると良いと思います。私はお手入れがきちんとできるタイプではないので、セイロはある意味消耗品と考え、お手入れが楽かつ買い替えやすい手頃な値段のものが良いと判断しました。そして私たちが選んだセイロがこちら。素材は杉です。ヤンウーというブランドのもので、好きな中華料理屋さんでこのセイロが使われていたことがこのセイロを知るきっかけになりました。業務用向けの商品のようですが、蓋と身は別売りで合わせて2300円くらいで Amazon で購入しました。ではこのセイロを見ながらサイズの選び方についてお話しします。使用する人数によっておすすめサイズの目安はあるようですが、どの鍋を使ってどんな使い方をしたいか考えてみるのが良いと思います。例えば我が家の場合、使う鍋はバーミキュラのライスポットを想定していたので、鍋の直径に合わせた24センチを選びました。これ1段で2人分の蒸し料理が賄えれば良いと考えていました。作りたい料理としては蒸し野菜やシューマイを楽しみたい。その一方で茶碗蒸しや酒蒸しなどお皿ごと入れるような料理で使うことはなさそうかなと思っていました。そうなるとセイロの深さはさほど気にするポイントではないということになります。ちなみにこのセイロの身の高さは約48ミリです。人数や食材ごとでセイロを分け一気に調理をしたいと思うのであれば、小さめサイズで複数というのもありです。どの鍋を使い、どんな使い方をしたいか考えて選んでみてください。それではセイロを使って実際に食材を蒸してみようと思います。冷蔵庫にあった食材の中から好きなものを選んでみました。こちらは先日ライスポットで炊いた栗ご飯を冷凍したもの。普段は冷凍のご飯は電子レンジ解凍ですが、試しにセイロで温めてみたいと思います。それから人参、冷凍の鶏胸肉、冷凍の豚肉、厚さ 1.5 センチくらいあります。冷凍の鮭、冷凍の椎茸、冷凍のエビですね。最後にレタス。以上8種類を蒸してみようと思います。セイロは1つしかないので、ご飯を先に蒸し始め、途中でその他の食材をすべて加えるという流れでいきたいと思います。まずは鍋の準備をしておきましょう。セイロは鍋で沸かしたお湯の蒸気を利用して蒸すので、お鍋にたっぷりの水を入れます。だいたい7から8割くらいが目安です。お鍋の水を沸かしていきます。セイロは使う前に水で濡らします。セイロが焦げてしまわないようにするためです。素材の中まで水を染み込ませた方が良いので、水につけておく方が良いのですが、時間がない場合は全体をしっかり濡らすということだけはやりましょう。セイロに食材を入れていこうと思うのですが、我が家ではセイロを使うときはこの調理用シートを利用しています。
セイロを買った時に一緒に売っていたので購入しました。食材がセイロになるべくつかないようにすることで食材のくっつきや匂い、油染みなどを防いでお手入れを楽にするためです。今回も調理用シートを敷いてから食材を乗せていきます。他の食材より時間がかかりそうな冷凍ご飯を先に温めていきます。ラップを少しふんわりさせてラップに包んだままセイロに乗せます。お鍋の水が沸騰したらセイロを鍋の上にセットします。冷凍ご飯の蒸し時間は15分が目安ということだったので、とりあえず15分でやってみたいと思います。5分経ったので一度取り出してご飯の様子を確認してみます。外側は柔らかくなってきていますが、中はまだ固まっていますね。このタイミングで残りの具材をご飯の横に並べていきます。セットできたらまたお鍋に戻し10分蒸していきます。10分後、せいろを再び開けて蒸し加減をチェック。湯気と一緒にいい匂いがしてきます。ふっくらしていて豚肉なんかはジューシー、しずる感がありますね。ご飯も大丈夫そうです。つけだれは宮のタレ、ごまだれ、オリーブオイルと塩にしてみました。食べてみましょう。冷凍ご飯をラップから取り出してお椀の中で崩します。蒸し時間15分だと固めな仕上がりですね。火が通ってなくて食べられないというわけではないけど、もう少しふっくらにするなら15分以上はやった方が良いかなと思います。何度か繰り返し試してみる中でベストな時間を見つけていくのが良さそうです。他の食材は10分蒸してみたのですが、蒸し加減はバッチリ、しっとり柔らかな仕上がりで素材の味を感じる美味しさです。この量を一人で食べるとボリューミーではありますが、美味しくて完食しちゃいました。食べ終わったらお片付け。洗剤を使うと洗剤の成分が浸透してしまうので、洗剤は使わず水できれいにしていきます。調理用シートを使っているのでセイロにはあまり汚れはつきませんが、隙間に入り込んでしまったりするので、そこら辺はよく見ながら洗っていきます。洗い終わったら水気を切って乾燥、しまい込まずに出して風通しよく保管するのが良いそうです。今回はセイロをご紹介しました。セイロ料理は好きな食材をただ蒸すだけでも美味しい一品ができます。お湯の準備をして好きな食材を乗せてあとは待つだけ。お手入れも簡単に済ませられるから準備から後片付けまで楽ちんです。この蓋を開けた時に立ち上がる湯気の美味しい香り、食べる前のワクワク感を味わっていただきたい。初心者でも手の出しやすい価格で購入できるセイロもあるので、ぜひセイロデビューがまだの方、トライしてみてほしいなと思います。この動画が役に立った、面白かったと思っていただけたら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また私もセイロデビューしたいとか、セイロでこんな料理作ってますなど、コメントもお待ちしております。このチャンネルでは30代の私たち夫婦が毎日をご機嫌に暮らすために取り入れているアイテムや工夫について発信しています。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。